ニコライ・ベルンシュテーン、ニコライ・アレクサンドロビチ、ベルンシュテーン、ラテン文字転車、ニコライ・アレクサンドロービチ・バーン・スチン、1896年11月5日、モスクワから1966年1月16日、モスクワは、ロシアの生理学者であり、人間の動作の可変性に取り組んだ現代、運動科学を基礎づけた科学者の一人、本名はソロモンで、ユダヤ系。 オデッサ出身のセルゲイ・ナタノビチ・ベルンシュテインの追いに当たる。ベルンシュテインはこう認識した。動作は書き留められた神経運動プログラムによって操作されることはありえない。むしろ目前の状況に柔軟に適応するものでなければならない。よって動作のコーディネーションにおける主要課題は 人間の体が許す多様な自由度を目前の状況に合わせて適用させることではないか、と。ベルンシュテインの出版物は随分後になってから初めてロゴから英語へ翻訳された。それに伴い西側の科学者たちの知るところとなったのだが、それらは基礎的な認識であるがゆえに科学的な運動研究の定流深くにまで影響を及ぼすと見られていた。 例えば、ダイナミックシステム理論が運動コーディネーションにも応用される元となった。1966年に、がんのため死去。71歳。ありがとうございます。